費やした時間は無駄じゃないって言い切ります。やあ、俺の名前はヒロシ。みんなは休日や昼休み、電車の中、そういった時間何をしてる？俺は暇さえあれば YouTube、 YouTuber で知らない人はいないってほど毎日見てるような男さ。ところでみんなはエミリンって知ってる？ YouTube 界でも数少ない女性お笑いクリエイターで、登録者が145万人を超すほどの人気があるんだ。今日はそんな彼女の壮絶な過去と夢を諦めない生き方について紹介していくな。エミリンこと大松恵美さんは1993年10月4日に兵庫県明石市で誕生。子供の頃は割と陰キャラで、自由帳にポエムを書くような子だったけど、父と姉は警察官、母も元警察官というハードボイルドな一家で育ったんだって。厳しそうだよね。周りからも、恵美ちゃんは警察官になるんだねと思われていたけど、彼女が目指したのは声優だったんだ。声を使った仕事がしたい。そして18歳の時に声優養成所のオーディションに見事合格。ところが、そんなのダメだ、学費も出さん。厳しい両親に許してもらえず、お金もなかったエミリンは声優を断念したんだって。諦めて立命館大学に通うことにしたエミリンは、3年生の時に有田みかん大使に選ばれて活動していたようだね。声優は諦めても声を使う仕事がしたいという思いは変わらず、今度はニュースキャスターを目指し、アルバイトでお金を貯めながらアナウンススクールに通ったんだって。もし曲は何でもなれたら、喋る仕事もできて生活も安定すると考えていたようだね。そんなエミリンは、大好きな福田彩乃さんの動画を YouTube で見ていた時に、あるオーディションのメッセージ動画にたどり着いた。書類審査なし、応募者全員面接、アミューズオーディションフェス2014。エミリンは、全員会ってくれるならとりあえず行ってみようと考え、迷わず応募。ところが、アミューズグループは多数のアーティストを有する大手芸能プロダクションであり、オーディション参加者は3万2000人以上。会場でエミリンの目に映るのは圧倒的な美少女ばかり。自分じゃ勝てないなと早くも悟ったエミリンは、急遽志望を変更し、バラエティ枠で参加したそうだ。当然、前もって作り込んできたネタなどなかった。頭が真っ白になったエミリンは、劇団四季風にゾウさんを歌ってみたなど、友人たちとちょけてやるネタを披露したところ、その度胸を評価され、見事バラエティ部門賞を受賞。大学卒業後、両親には芸人としてデビューすることを内緒にしたまま上京したんだって。だけど現実は甘くなく、芸人としての仕事はほとんどなかった。劇場に出てもワンステージの報酬が1000円、ギャラなし、交通費のみ支給などの仕事もあり、生活は苦しかった。居酒屋で週6日バイトし、居酒屋が本業、副業で芸人のような生活が続いていたみたいだね。そんなエミリンの転機となったのがツイッターだった。芸人として全く人気が出ない傍らで、ツイッターに投稿した部活あるあるネタなどの動画が反響を呼び、多い時では10万リツイート、フォロワーも20万人以上になっていた。芸人辞めて動画を仕事にしたらと言われるほど人気だったが、ツイッターで話題になっていることが親戚経由で両親にバレてしまい、両親に変なことするのはやめてくれと言われてしまったんだって。当時24歳だったエミリンは、この時期本気で悩んだそうだね。フォロワーがたくさんいても、芸人として目の前のお客さんを笑わせることができず、まともな結果を出せていない。月収は2万円で、年齢ももう若くない。たどり着いた答えは、芸人を辞めて一般人に戻ることだった。アミューズを退社し、 OL として第二の人生を歩むと決意したエミリン、その就活中に見つけたのが UUUM の社員面接だった。そこでまさかの事態が起こった。君、ツイッターで動画やってる子だよね。なんと、面接官がエミリンのツイッター活動を知っている人だったんだ。その場で面接官から、まだ20代だし動画クリエイターとして頑張ってみない？と誘われ、再び夢をつかむチャンスが訪れた。でも、これまでに何度も何度も失敗してきたエミリンは、簡単に答えを出すことができなかったそうだ。また失敗するよ、自分おもろなんやん、お前には無理。暗い感情がこみ上げ、迷う彼女に対して面接官はこう言ったみたいだね。君が迷う理由も気持ちも十分わかる。だけど YouTuber は若いうちにしかできない。後でやっておけばよかったと後悔しても、その時にはもう遅いんだから。その面接官の言葉は彼女の背中を大きく押すことになった。こうしてエミリンは YouTuber になることを決めたんだって。
再び夢を追いかけたエミリンは2018年にエミリンチャンネルを開設し、瞬く間に人気 YouTuber となった。アナウンススクールに通っていた経験は誰もが聞きやすく耳に残る声となり、芸人時代に培った笑いのセンスと化学反応を起こし、彼女にしか作り出せない面白さで多くの人々を魅了した。苦しかった過去も挫折も彼女は経験値に変えることができているんだ。そんなエミリンは自分のことをこう語っているよ。何回も失敗して夢を逃すたびに心がすり減って真っ黒な感情が生まれる時もあった。悔しくて悔しくて、周りからも何より自分自身が一番自分のことを受け入れられなくて必要ないんじゃないかと思う時もあった。だけどそんな時ほど思いっきり悩んでほしい。その時は無駄だと思っていることも、きっと数年後には自分でもびっくりするくらい成長しているはずだから。きっといろんなことを経験した彼女だからこそ言える言葉なのかもしれないね。エミリンは2020年にウームを退社したけど、完全な円満退社だったそうだ。登録者が40万人の頃から会社と相談し、実力がついたら独立すると決めていて、満を持しての退社だったみたいだね。一度は全て諦めた夢、誰からも必要とされなかった過去、それでも自分の小さな一歩を見てくれている人がきっとどこかに存在している。ん？そんな人自分にはいないって？俺はそんなことないと思うよ。自分がやったことを一番よく見ているのは自分自身だと俺は思うんだ。だから自分がやった行いは自分に跳ね返ってくるし、積み上げたものは必ずどこかでつながってくる。彼女をエミリンを見ているとそう信じられるんだ。だから俺もみんなも明日を強く生きような。それがいつか自分の力になると信じて。